長野です。今日はプレゼントの抽選をやります。たくさんコメントをいただいたのでいくつかご紹介したいと思います。当選されたゆうゆうゆうさんは食虫植物と水草水上葉をやってほしいということでした。水草水上葉は今実はやっています。食虫植物はネペンテスとかだと思うんですけど、ちょっと興味があるのでやってみたいと思っています。何か変わった植物をということですね。他にも植物を紹介してくださいという声が結構あったのでやりたいと思います。あとは無印良品ガラス小物入れに関するコメントが結構ありました。この入れ物からハマっちゃったという方もいらっしゃいました。小物容器はチュウが廃盤になったみたいなんで、ちょっと別のものを探さないといけないですね。あとはケージ自作を始めたという方が何名かいらっしゃいました。いくつか作ってきてやっとこれを使うといいみたいなことが分かってきたので、ケージ自作のノウハウまとめみたいな動画を用意しようと思っています。あとはヤドクガエルに関するコメントが結構多かったんですけど、種類を増やす予定はないので今後やるとしたら今いるミイロヤドクガエルの繁殖ぐらいですかね。他には結構意外なところでは部屋にあるケージを全部見せてくださいといったようなコメントが多かったんですが、動画で出してないケージは実は1個もありません。むしろ過去作って写真しかないものも全部出している感じですね。今後はケージが作れるようになったのでレイアウトをたくさんやっていく予定なので楽しみにしていてください。他に多かったものとしては水が流れるアクアテラリウムについてのコメントが多かったですね。やっぱり水が流れるのかっこいいですよね。定義云々の話はあるんですけど、アクアテラリウムの水たまりから上をパルダリウムと呼んでしまおうと僕は思っているので、水たまりが少ないパルダリウムを今後やっていくと思います。あと水が流れるシリーズは、今まで出したのはまだ円柱型だけですけど、システムパルダ、あと今パルダウォーターフォールというのも作っているのでいくつか続いていくと思います。ということでたくさんのご応募ありがとうございました。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。